まあ、ちょっとロジックとしては若干ずれてるというか腑に落ちないところはあるんですけれども、どうもこんにちは、信頼ありメンバーのバラマツです。今日は GD の講師を何回もやってらっしゃる経験豊富な横地さんにお越しいただきました。はい、はじめまして、横地と申します。で私は、今は、IT 系の会社で中途の対応と広報活動をやっているんですけれども、前職で、人材系の会社で約、2年ほど新卒の採用をずっとやっていたみたいな人間ですね。そんな横地さんを招いて今日は一般的なグループディスカッションについてというよりかは、はい、クラッシャーと言われる GD を盛り下げたりとかするような人の対処法について伺いたいと思っております、はい、ちなみにクラッシャーって、まあ、どういう人のことを言うんですか？自分のこう評価であったりとか、こう全体の評価にこう悪い意味で大きな影響を及ぼしてしまう人かなと私は思っていて、学生さん内定欲しいとか選考通りたいっていうのが分かんなくないんですけども、通りたいって気持ちが度が過ぎてしまって他人の話に聞かなかったりとか、過剰にしていたりとかして全体の雰囲気をあましよろしくない方向に持っていく、そういう人をクラッシャーと言うんじゃないかなと思いますね。はい、実際にそういうクラッシャーの人たちって選考中に会ったことありますか？すぐある？まだ先行で受けたことはないんですけど、信頼ありでグルディスやった時に自分で後から見返したら議論を盛り下げるクラッシャーだったんじゃないのかな、自分がクラッシャーだったんじゃないかなって思いました。隣の人の意見全く聞いてなかったんですよね、動画見返したら。なるほど、ありがとうございますということで今回はですね、現役の就活生高橋さんにクラッシャー状態の GD の中でなんとか議論を前に進めていただく経験をしていただこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。怖いですね怖いですねそこでですね、今回横地さん特製の、ま、クラッシャー図鑑っていうのがこちらなんですが、その中でも特に危険と言われるクラッシャー3つの役割を私と横地さんと、ま、池ちゃん3人で実践をしてみたいと思います。ということで池ちゃんはジュロンブルドーザーに行っていただきます、はい、で横地さんはロジカルモンスターを実践していただきます。はい、わかりました。そして私はミスターイミフとして、活躍していきたい、まあ、ミセスイミフとして活躍させていただきたいと思います。今日はいい社会人とはという定義をもとに4人で議論を進めていきたいと思います。じゃあ15分間用意スタート。よろしくお願いします。はじめに役割決めますか？はい、はい、何かやりたくなりますか？いや、まあ結論言うとそんなにないかなはい、はい、そうですね。いや別に。あ、そうですか。役割って決める必要とかってあるの？そうですね、こう話してると議論の質問ないと思うので、はい、初めにちょっと、まず進めていきましょうか。あ、でもやっぱりなんか発表する人かっこいいから発表やろうかな結論を発表した方がいいってあなたおっしゃっていて、はい、で理由としてはかっこいいからって、なんか就活と全く関係ない気がするんですけど、なんかロジックとしてなんかずれてる気がするんですけど、すいません、一ついいですか？はい、すいません、止めてしまうんですけど、今ちょっといい社会人とは何かっていうテーマなので、そっち進めていくのどうですかね。うん、時間ないんで、はい、なんか私他のチームと差別化したくて、いい社会人っていうよりかは悪い社会人っていうお題にした方がそれだけで差別化できると思ってて。結論を言うと何ですか？だから結論悪い社会人っていう風にした方がいいんじゃないかなって。その根拠は？根拠はすごくシンプルで、悪い社会人って言った方が人事の方からしたら、あ、新しいテーマを出せる人なんだっていう風に、チームなんだっていう風に高評価になると思う。そうですね、でも今はそのいい社会人とは何かで答え出す場なので、まずここについて考えていきましょうか。わかりました。じゃあ三浦さん、初期お願いしても大丈夫ですか？はい、あ、わかりました。ありがとうございます、はい、まずはじめに E の定義考えていく必要あると思うんですけど、うん、良い社会人って何だと思いますか？良い良い社会人、やっぱりかっこいい社会人ですよね。うん、確かに、確かに。かっこいいってどういう状態、姿がかっこいいって言うんですかね？こいつはなんかいろんな後輩とかを奢ったりとか、やっぱたくさんお金もらってるとか、そうですね、この人は かっこいいですっていう、まあ、いいっていう結論があって、その理由として奢っているからって、まあ、一要素だけだと思っていて、この結論から3つぐらいこうそこを裏付けるなんか根拠が立証されないと、こう話としてはなんか成立しない、僕のオピニオンとしては、まあ、すごいそう思うかなと思います、面倒見がいいの要素ですか？あ、そうですね、まあ、面倒見がいいって一要素だと思っていて、
そこ以外にも多分根拠ってあると思っていて、うん、そこじゃないと多分社会人納得させられないっていうか、うん、ロジックがすごい必要だなと思うんですよね。横地さん的にはこの E の定義って何だろう。E の定義っていうのは結果を出せる、うんうんうん、面倒見がいいだけではよくなくって、うんうん、いい社会人ですって結論があって、うん、その根拠としては結果を出せてる1要素があると思っていて、うんうんうん、その中でも面倒見がいいっていう2要素があると思っていて、うんうん、あと3つぐらいあると理由は3つありますっていう形で、うんうん、ロジックツリーとしてもすごい形としては綺麗に説得できるんじゃないのかなと思いますね、うんうん、自分の中でのロジックとしては、はい、腑に落ちましたので大丈夫ですね、うんうん、はい、すでにかっこいいのになんでいいってつけるのかが、うん、なんかそこから定義した方がいいかもしれない。すなわち一言で結論から言うとどういう結論から言うとなんか社会人イコールいいってイメージなんですね私の中で、はい、だからそこからなんでいいっていうのにさらにいってるのかが、まあ、よくわからないからそこをまずみんなで整理した方が結果的にいい議論になると思ってて、うんうん、そうですね、いい社会人のそのゴール、うん、ゴールを出してそこに大切な要素は何かっていうふうに説明していったら納得させられるかなって思ったんですけど、うんうんうん、どうでしょうかね。確かに一理あるですね。難しい言葉使うと分かるけど、なんかでもかっこいいが一番いいんじゃないかなって思うんですよね。確かにね、そういう風な方向性でいきますね。だから面倒見がいいとかっこいいって似たようなこと言っていて、ちゃんと分割されていないというか民心になっていない気がするんですよね。それとはまた別のなんかポイントみたいなところを押さえて、うん、なぜならっていうところで説明していく必要があるなとは社会人になる以上はすごい思いますね。結論頭がいいか良くないかでいうと、そういうなんかフレームワークとかはすごい大切だと思ってるので、フレームワークですよ。じゃあフレームワークに沿って考えていきましょうか。考えてみよう、うん、結論から言うと、そのいい社会人って結局東京に住んでないといいとは思えないかな。東京に住んでるのがいい、うん、なんでですか。そこにロジックが必要なのかっていうのを議論するのが時間としてもったいない気がするから、うんうん、一旦東京っていう、いやでも東京に住んでる方がかっこいいっていうのがあって、うんうん、その根拠っていうのがないと多分なんか腑に落ちないですね。もう少し定義化する必要があると思ってて、東京って言っても23区とそうじゃない人で分割できるかもしれませんし、もっと言うと千代田区とか港区っていうところでさらにこうブレイクダウンして構造化することもできるなと思っていて、個人的にはこのなんか東京っていうところをもう一度なんかブレイクダウンして固有名詞で語れるぐらいにするといいんじゃないのかなと思っていて、例えば港区に住んでるとか、そういうところの方がより具体的にまして、こう漏れなくダブりなくな感じはすると思いますね。誰にとって言いなくないみたいな。ああ、そうですね。確かに。もう学生とか。あ、学生の。うん、でも私たち学生だから住みやすいから学生に。いいと思います。うんうん、学生にしましょうか。学生にとっていい社会人。考えやすいですね。やばい、あと4分半。取ってって定義化ですね今、うんうん、なので着地は何かという結論を出すことが大切かなと思うので、うんうん、ただまあそこに対してはロジックっていうなんかこう裏付けされる根拠っていうのもね必要だったりとかしますよね。確かに、いやすごい、うん、めっちゃしっくりきた。学生にとっていいって言ったらやっぱり結構帯訪問とかするんですけど、やっぱりいろんなご飯を食べたりとか、かっこいい社会人めちゃくちゃいいなって思うんですよね。確かに、かっこいい社会人になりたいから、うん、でも今の帯オリジン訪問で、いろんな仕事の話とか、うん、俺こんなことしようみたいな話とか、うん、覚えてくれたりとか、かっこいいですよ、うん、かっこいい、かっこいいですよ、うん、でかっこいいキーワードなんだ。おごるっていうのも OWHH を考える必要があると思っていて、はいはい、要は今おごるっていうのはなんか行為だけだと思っていて、うん、なんかどこでによってなんかっこいいの定義も変わってくると思っていて、例えば1食3000円のとんかつ屋さんでおごるのと安いチェーン店みたいなところでおごるだとかっこいいの定義も多分変わってくると思っていて、確かに、であればおごるという行為が描写として思い浮かぶのであれば、もう少しこうブレイクダウンして OWHH を定義化して、それぞれをフレームに落とし込んでちゃんと結論から語るとよりなんかこう人事の方の評価が上がるというか、そんな感じある気がしますけどね。でも議論ももうそろそろ収束させた方がいいと思っていて、うん、一旦整理とかして、そうですね、うん、そうですね、学生にとっていい社会人っていうと、その学生と社会人が触れ合えば帯オリジン訪問っていうのが上がってて、うん、で帯オリジン訪問の目的っていうのは各学生に合ったぴったりの進路を示してあげるとかアドバイスしてあげるっていうことだと思ったので、そういうところで
そういうふうなアドバイスを出せるのはどういう社会人かなっていうところでその要素を考えていけば、いい社会人と何かが導き出せるかなって思ったんですけど、どうですかね。そうですね、まあ、ちょっとロジックとしては若干ずれてるというか腑に落ちないところはあるんですけれども、まあ、もう1分っていうところなので、まあ、結論そこで問題はないかなと思います。チームとしての結論は、いい社会人は、まあ、つまりグッドな社会人ということで、どうそうですね、まずそのいい社会人と何かで、誰にとっていいのか、誰とか誰にとっていい、で発表者とかはいいんですか。じゃあ、これそうなんで俺やっていいですか。はい、お願いします。ましすごい、めっちゃいい議論できた。ありがとうございます。ありがとうございました。実際受けてみてちょっと誇張されてはいたんですけど、クラッシャーがいる中での議論を進めるってどうですか。今まで勉強しては来たんですけど、混乱しすぎて、今何について話してるんだっけとか、ゴールどこなんだっけとか、どういうふうに進めていけばいいのか全く分からなくなりましたね。確かに普段練習してる場にいる人たちってみんなある程度経験積んでたりとか、最低限どういう進め方すればいいのか分かってる人が多いと思う。そうですね、よく就活のハウツーとか対策とかでこう進めた方がいいっていう、いろんなハウツーはあると思うんですけど、初対面同士でその人が誰かも分からない状態、事前情報もない中で、そのハウツーを全て活かすのってすごい難しいというか、じゃあハウツー覚えた5つのやつって何だっけってどうせなっちゃうと思うので、そこは難しいところであります。めちゃめちゃグルディス慣れてる人だったら回せるんだろうなと思ったんですけど、私みたいにまだやったことないとか、初めてぐらいの人がいたらどうすればいいんだろうって思いましたね。グループディスカッションで最後の発表の時間にいい答えが出てなかったら不合格とかではないんですよ、まずそもそも勝負はそこではない、ディスカッションのところを見てるんだよっていう、ただ答えじゃなくって、要はいい社会人とは何かっていう、そこに至るためのコミュニケーションだったりとか、ちょっと癖のある人とかでもしっかり足並み揃えようとする姿勢だったりとか、逆にちょっと口数が少ない人にも置いてけぼりにせずにちょっと寄り添う姿勢だったりとか、そこを多分見ると思っていて、こんなのないと思うんですけど、その中でも一生懸命話を進めようとか、確かに感情的に怒ったりとかしないかったっていうのは、僕が面接官だったらぜひちょっと次回の選考進みたいって思う人事は絶対いるはずだと思う。相当イレギュラーな環境の中も疲れちゃうんです。本当にやっぱクラッシャーになる理由として、この4人の中から1人通るみたいに、ここでガチンコやってるって思ってる人がそうなる傾向があるんですよ。ただ結構いろんな採用担当の話を聞く限り、そういう選考してる会社ってあんまりなくて、要は4人とも素晴らしければ4人通過する可能性もあるし、この中の相対評価ではなくて、一人一人見てる絶対評価の場なんだよねっていうところがあると思ってて、そこを抑えるのめっちゃ大事ですね。みんなで通過しよう、みんなで協力していこうっていう姿勢が大事。なので例えば、ね、グループディスカッションでちゃんと全員やれば通るんですよっていうのを事前に最初に言っちゃうとか、要はみんなで通るっていうのを認識させておくっていうのはいいかもしれないですね。一番大事なポイントですね、多分今日の中で。じゃあここからはそれぞれのキャラクターに対してどういう風に対処すればいいのかっていうのを教えていただきたいです。まず池田くんのジロンブルドーザ、こういうタイプがいたらどういう風に対処すればいいんですか。そこでまずやっちゃいけないことって感情的になったりとか怒っちゃったりとかすると、それこそもったいないと思うので、どんなことがあってもちゃんとお話を聞いて一緒に頑張っていくっていう姿勢は最後まで崩さないっていうのがまず絶対大切だなと思っていて、そこがまずベースとしてはあるかなと思ってます。あとはちょっと話が止まった時に他の人にバトンを渡すとかっていう、場を回す方に徹したりとかするっていうので乗り越えられるケースはあるんじゃないかなと思います。まあやってみてください。ジロンブルドーザーの上手な対応方法を横地さんに説明していただこうと思います。はい、よーい、拍手。